はい、どうも。野球が大好きジーンです。日本シリーズでオリックスが優勝したってことで、いや、おめでとうございます。で、これに対してこんな風に八百長とか言ってるやつがいますね。いや、本当許せないなと思いますね。うん。いや、あの試合見てね、八百長とか言ってるやつはね、野球のこと全然分かってねえなと思いますね。で、いや、初回ね、太田がね、いきなり点取ってからもう5点もね取ってね、いや、このままトントン拍子で勝つかなと思ったんですけどね。いや、8回ヒヤッとしたね、あのオスナのね。で、俺のオリックス応援してたから、こうやってね批判されるの許せないなと思いますね。で、実にね、26年ぶりの優勝ってことで、いや、本当おめでとうございます。いやね、本当に素晴らしい試合だったなっていうふうに思います。で、こっと